ごいわこれ。これこれよ、めちゃくちゃうまいな。さあ、タンデムスタイルの撮影のついでに動画を回させてもらう動画ですけども、今回はこのすごいインパクトのバイク、これがヤマハさんの内見 GT。 なんと珍しいこの前輪が二輪ついております。これによって安定性がもう圧倒的な安定性ということで、コアなファンを獲得しているバイクでございます。だからこう前に二輪ついてることによって、上体をこう倒しながら曲がってもかなり安定しているというバイクです。ちょっとあの岩崎さん、今日僕がマネージャーからのメール見たら、すごいややこしいこと書いてあったんですけど、なんか今日の作りたいものが何でしたっけ？カツオのたたきです。カツオのたたき、あの藁で焼いてみたいなの書いてましたけど、マジっすか？藁硬い。藁めっちゃ来てるやん。これもあのカツオに使えるじゃあ、その藁焼きできる設備みたいなのがあるんですか？いや、なんかいろいろホームページを探したですね、キャンプで藁焼きができるみたいな。その焚き火台は、あ、2種類一応ちっちゃいのと大きいのを、今回持っていきますの で、そこで藁焼いて、で、まあ、あの叩きの表面炙ると、なんで今回はそれをしたいと。いや、こう暑いじゃないですか、で、やっぱりカツオって初期払い的なイメージがあったんですけど。そうなんですか、初期払い的なイメージあるのか。カツオってカツオってそう、暑さ対策としてなんか夏に食べるイメージが。そうなんですか。ないですか？また外れ。全然なかったけど、あ、でも分からない、そうなんかも。ちょっと調べて画面の端っこに書いておきます。わら燃やしたら暑いけどなそうですね。さあ、本日はこのバイク、ヤマハの内見 GT に乗りまして、茨城県の大洗にありますキャンプ場に行きます。ちょっとスピードが出ながら曲がっても本当に安心感があります。あとやっぱりフロントが2輪ついてますんで、このフロントブレーキをかけた時にすごいあの安定して速度を落とすことができるんですね。それはなんかすごく良かったですね。下道をしばらく走って、首都高に乗りましてですね、まあ、この日はあのパラパラと、ちょっと途中ね、あの雨に降られて濡れては、そしてあの走ってますんで乾いて濡れては乾いてっていうのを繰り返しながら大洗の方に着きまして、まずは市場の方に行ってですね、カツオ手に入れます。ここでカツオ買うんですか？はい、カツオ買います。買えるはずです。釣り市場。どこや、カツオ。え、この時期カツオあるんすよね。ちょっと潜りガツオが入ってると思う。潜りじゃないですか、ね、すみません、カツオってあります？はい、カツオ。カツオは来ない。あ、カツオ向こう。はい、はい、あったあった、はい、あ、これいいっすやん、これ。ああ、いた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 。これめちゃくちゃいいっすやん。え、カツオ。これちょうど一応、たたき作る時ってなんか、はい、焼いた後、さっとあの氷水に浸すみたいな工程ありますけど。マジっすか？大丈夫ですか？いや、ダメ、ダメ。え、何々？え、氷水に浸す工程。氷水にザッてやるんですけど。マジっすか？まあ、えっか、じゃあそれは。あ、コンビニでじゃあ氷買っていきましょう。買ってきても、桶とかなかったら、その、つけるもん。氷ぶつけてもしょうがないから。材料は OK、 OK です、 OK のはずです。はい、立派なカツオを手に入れましたんで、あともうすぐ近くにあります大洗キャンプっていうキャンプ場に行きます。果たしてカツオのわら焼きなんてものはできるんでしょうか。
荒いですけど、別に海沿いではない。扇形に刺していくと、はい、こういうことですね。そう。じゃあ火をつけていきましょう。だから多分岩崎さん、火をあの藁を多数役やってもらった方がいいと思います。あ、そうですね、2分ほど焼くみたいなんで。2分、そんなもんなんですか。はい、強火でバーッと やらないとあのどんどん中に火入っちゃうんで。あ、で強火でガッと表面焼いて、でその後余熱で中に火が入らないように氷水にジャッとつける。じゃあいきますよ。ちょっと待って、ちょっともうちょっと、もうちょっと足しましょう。ちょっとドキドキするな。ちょっと2分頑張ってくればいいんですね、これはね。はい、はい、つけます。はい、つきました。よし、おお、全部俺に。強火でガッと。人間がいぶされてる。燻製いわく。うわ、これはこれは川魚のあの釣りの時以来絵が強いぞこれ。あ、やばいかな。あ、なんかぽいぽい感じになってきた。あっつ。誰か測ってないっけこれ。いやでももうなんとなく見た目でいきます。惜しいわこれ。よし、これちょっとじゃっといこうかな。よし、これもんか。じゃあジュッといきます。はい、おお、謎の達成感ありますね。なんかしなくこれ顔が赤くなる。あっつ。あ、でもなんか持った感じがめちゃくちゃいい。クッキングペーパーとかないですよね。ティッシュか。
ティッシュはね、ティッシュ車のシートの後ろに入ってる。運転席側のシートの後ろ。水気を取ります。おーおおおおおおおめちゃくちゃいいぞ。やばいこれキャンプでこれ最高ちゃいます。そうっすよね。家やったらなかなかできひんしね。はい、こんなわら燃やしたら大変なことですね。いや岩崎さん今日、はい、グッジョブですねこれおおいやうまそうと思って。何これ一応これ何いやみりん。みりん何ですんの。いやちょなんか何かあった時のために。湯崎さんなんか謎にみりん持ってきがちですよね。いや、気のせい。ちょっとこれやばないですか。やばいです。かなりやばい。いやこれやばい。できるか分からなかった。いきます。これはうまいでしょう。これはうまいでしょう。薬味をたっぷりね。これいただきます。めちゃくちゃうまいな。おあ、行っていいですか。ちょっとこれ行ってください。これ、ほんまにうまい。端どこに置いてきた。そこ。ああ、そこに持ってきた。ちょっと待って、これ。さらにめっちゃうまそうです。いやもうこの場で作ってるからスーパーとかで買って食べるのと全然違いますよね。え、市場の新鮮なカツオだし、しかもあのデザインってください。外側と内側のこの絶妙な。カツオ1本あったら日本酒山ほどいけるな。うまい。日本酒ねえ。これうまい。さすがに酒欲しいですねこれ。よくこんなん考えつきましたね。表面だけ炙るっていう。なんで炙るの表面だけ。何なんですかね、うん、なんかカツオがなんか淡白やからとかですか。表面に香り出すとか、うん、